はい、ようやく完成です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。はい、ようやくですね、ショルダーの方の、まあ、裏地は完成して、で今ですね、これ巾着としてキュ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 ッと なんかキュイーンって言ったけど、どうしたかな。うん、あのこれ巾着でキュキュッとね、襟口キュキュッと巾着にしたいので、ちょっと長めにここからですね、ここから糸つけて、前回、玉編みを、長編み3目の玉編みをしていったんですけれど、いやー、これね、糸の消費激しくて、で3段ぐらい編んだところで、いや、糸足りなくなっても困るなと思って、でしかもですね、やっぱり長編み3目の玉編みにするとこう密になるっていうか、こうね、ちょっと固めになるんですよ、編み地が。なので巾着で絞るんだったら、もうちょっと柔らかい方がいいかなと思いまして、残り2段ですね、当初5段編もうと思ってたので、長編み3目の玉編みで、で急遽2段は長々編み、2目ですね、2目の玉編みで鎖編み1つに変更しまして、ちょっとスカスカにしました、柔らかくしました。でもう1段ぐらい編んだら完成な気がするんですよ。でもうすでに最後の5玉目ですね、5玉目に突入しておりますので、泣いても笑ってももうこの糸使い終わったらアウト、終了ってなってしまいます。で、この引き絞るし紐なんですけど、100円ショップで買ってきました。カラーコードってレザー風ってやつですね、レザー風、まあビニールでしょうねでもレザー風っていうので、ここ紐にして、でそれを留める留め金具、もうちょっと大きくてもうちょっと渋いこう色のねやつ欲しかったんですけど、100円ショップそれしかなかったんですよ。大きいとこ行かなきゃダメなのかもね、ちゃんと手芸さんに行けたらよかったんですけど、行けなかったので、まあいいやつ見つけたらちょっと取り替えるみたいな感じでやっていこうかな。じゃあもう1段、残り1段これかな、長編み2目のやつでやっていけばいいかな。鎖編み3目編んで、長々と2回かけて、で、はい、鎖編みと拾って、みかんの長々編み作って、これ2つまとめて、ね、長々編み2目の玉編みでございます。で、鎖編み1つして、で、また2つかけて、はい、長々とみかんの長々編み、はい、次もみかんの長々編み。これで、ぐるっとやっていって、で終了になるかな。長さ的にもこれで終わりかな。あのよく巾着ね、あの作る時に上がこう引き絞ったら、上がこうお花みたいにふわふわふわっとなるように、ちょっとね紐通すところを下にするっていうことも考えたんですけど、それしなくてもいいかな。うん、で京都で考えると細編みとかの方がいいかな、紐通すとこうとも思うんですけど、こればっかりはあれかな、使ってみてかな、使い勝手を確認してからですね、ちょっとまた改良ができたらいいかなと思います。一応これ持ってね、夏お出かけ旅行に行くのにこれを持って行こうと思って作り始めているんですけれど、ちょっと試しに今日これ撮影終わったら、まあ完成予定なのでね、撮影終わったらこれで財布とか携帯とか持って、ちょっと野菜の直売所にお買い物行ってこようと思います。車に乗ってね、で、まあちょこちょこと夏までに何回かこれを使ってみてですね、使い勝手とか強度とか問題ないか、ね、旅行中にね紐が切れるとかっていうのが一番怖いので、うん、やっぱこう使用回数があるかもしれないんですよ。3回ぐらい使ったらもう紐切れちゃったとかね、今までの経験上ありますので、そう考えると
うん、ちょっと1回2回使い勝手試してここら辺伸びてるなとか、ここら辺切れそうだなっていうのを見た方がいいかもしれません。一応今回金属金具の方ですね、金具の方はここのね、金具は金属なので大丈夫だと思うんですけど、糸の方が切れると思うんですよ。なのでまあ糸、丈夫な糸ってなんだろう、やっぱ浅い糸とかビニール系、ビニール系もでも切れるときは切れるよね。これでいいんじゃないかな。長々編み3段にしてね、長々編み3段でキュッ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 と巾着にしましょう。じゃあちょっと編んじゃいますね。編んじゃいましょう。はい、これで長々編み2目の玉編み3段編み終わりました。じゃあちょっと試しにですね、まあ、金具あってこう2つ折りにね、適当にパーンと2つ折りにするじゃないですか。でこうだんだんこうやると端っこ見えてくるじゃないですか。だいたい真ん中どこだろう、真ん中ここら辺。じゃあこの2つぐらいを真ん中にして、このね端っこ入れて2つぐらい2目ニコニコでこう通しちゃいます。これ一番上のね、今編み上がった長々編みのこのよいしょ足のところに通します。はい、真ん中ね、金具があって、だいたい真ん中ぐらいに、この留め具が来てると。で、引き絞ると、こんな感じ。あ、これでいいかな。うん、これにしましょうか。はい。簡単に。はい、これにしましょう。で、あとは、ここの長さに合わせて、で、この上、本当は一段、細編みしようかなって思ってたんですけれど、細編みすると細編み下ですごいしっかりした、ここがパリッとしっかりしちゃうので、そうなるとね、このくちゃくちゃっていうところがあまりにもしっかりしすぎて、しまう気がするんで、これでいい気もするんだよな。でもなぁ、しっかりさせた方がいいかな。こう使って、一番使うとこここだと思うんですよね、ここ。一番擦り切れてしまうところがここな気がするんだよ。こうやるから何回も。よいしょ。まあ、念には念をで。念には念をで、はい、鎖編みスタートしまして、細編みします。細編みします。で、鎖編み一つして、細編み、みたいな。最後、細かくね。細編みと鎖編み一つを交互に編んでいきましょう。で、うん、その方がしっかりするかな。で、この時にちょっとね、絞ったところでここら辺フリフリにさせたかったら、細編みを編んだ後にね、鎖編みをこう、もうちょっと3目ぐらいにして、ふわっとさせるということもあると思うんですけど、まあ、今回はシンプルに。大人っぽくシンプルにいきましょう。なので細編みと鎖編みをささっと編んでいきます。ささっとささっさっさっさ、これでちょっと強度が増すんじゃないかなと思います。いや、なんだかんだ言って2週間ぐらいかかってるよね、作るのね。毎日ちょっとずつ編んでいるとはいえよ、いや、やっぱ普通にバッグを1個編むよりは、まあ、裏地も作ってだから普通上の2倍ですよね。2倍編んでおりますので、時間かかりましたね。かかった。でもそのおかげでかなり分厚くて丈夫なものができたんじゃないかなと思ってます。はい。はい。帰ってきました。細編みして、鎖編み一つして、一番最初の細編みに引き抜き編み。これで終了でございます。泣いても笑っても、切れ味悪いな。はいはいはい。はい。はい。泣いても笑っても、これで終了でございます。これで終了で。
まあ、なんとなく、ここからスタートで、ニコニコでいいと思うんですよね。2本ずつ。2本開けては、通す。2個開けて、入れる。2個開けて出す。はい、綺麗に通しました。綺麗に通したので、大体のところで、ちょっとパッツンと切りまして、よいしょ。で、ここで、通るかな?ちょっとね、心配をしています。穴通るかな?穴に通るかな?この、太いからな。どっこいしょ。通らねえ。ちょっと金具探すか。いやいやいや、とんだハプニングで。まさかまさかの、ね、まさかまさかのコードストッパーの穴に入らないということが起こりまして、今探してきたんですけど、やっぱないんですよね。行かなきゃダメですね、きっとね、手芸屋さんにね。で、なんとなくこのボタン探してきて、これに通るかなと思ってさ。これなら通るよね。これでいいんじゃねっていう思いが今出てきております。これでいいんじゃねこれいけるんじゃねですね。で、結構穴もこれぴったりジャストですね。穴的に。あ、これでいいんじゃねほら。ほら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 。ほら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 。で、こう、動かないもん。あ、いいよ、これ。あ、これでいいわ。怪我の巧妙もいいところで。で、こっちで、このね、それぞれの紐の先端の方を、縛っといてですね。縛っといて。同じぐらいの長さになるように。縛っておきまして。よいしょ。いいんじゃないですか?いいんじゃないですか?で、長さを揃えるように切っておきまして。全然揃ってない。長さ揃わないよね。はい。このぐらい。で、揃って、いいんじゃない?これでいいんじゃない?これ止まってますもん。すごい動かないもん。だからこれで急、で、ほら。動かないもん。あ、いいね。で、これを引っ張ると開く。あ、いいね。これにしましょう。怪我の巧妙。はい。これで完成でございます。はい。というわけで、このね、巾着キュキュッと絞る部分ですね。絞る部分ということで、まあ、長編み3目の玉編みを3段ですね。鎖編みと交互に編むのを3段編んだ後に、はい。長々編み2目の玉編みと鎖編みっていう段を3段編みまして。で、最後に、細編み、鎖編み、細編み、鎖編みという風な編みまして。で、今、紐ですね。はい。2つ飛びに、紐の方。この紐の方を、ね、こう出たり、入ったり、出たり、入ったり、出たり、入ったり、うん、を繰り返して、ジグザグと。入れてきました。で、はい、用意しました。買ってきました。コードストッパーにこの革紐のような風なカラーコード、レザー風っていうやつなんですけど、これが穴が入らなくって、いや、困ったなと思って探してきたら、これボタンですよね。ダッフルコートとかになんか使う、ね、ボタンなんですけど、このボタンの穴入れたら、すんごいジャストフィットで、しかも動かない。ね。これがもうコードストッパーやんっていうことになりましたということで、これで完成としたいと思います。はい。で、あとはこのね、紐つけて、はい、ショルダー用の紐つけてよ。はいはい。そしたらね、ちょうどいいぐらいの、こう、まあ、巾着、中身入れたら伸びると思うし、巾着部分をこう、こっちのね、内側の方にキュキュッと入れてしまえば、ショルダーとしてもそこまで目立つこともなかろうし、これでいいんじゃないかな。
と思います。キュキュ、あ、締めやすい。はい、はい、というわけで、こんな感じで巾着風ですね、巾着の入れ口のショルダーバッグ完成ということで、いいんじゃないか。これでちょっと今日お買い物行って使い勝手を確かめてこようと思います。はい、それではまた次回ですね。これで楽しく旅行に行ければいいな。ちょっと強度とか今糸始末もまだしてませんので、いろいろ出ちゃってるんですけど、ここら辺を糸始末をしてちょっとお買い物行ってこようと思います。はい、それではまた次回ですね。次回はまたちょっとアマリート、夏糸のアマリートめちゃめちゃ出てきてますので、そこら辺使って、こう何か家のお家の中のものですね、アマリートなのですごいガチャガチャしたものになると思いますので、外に持ち出さないお家の中で使うものというものをちょっと考えていこうかなと思います。はい、それではまた次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた、じゃあ